ケガエ地蔵昔尾張の国に熊坂長藩という大泥棒がいました朝尾張にいたかと思うとすぐ三河に現れるのは当たり前遠くは若さや越前まで行って盗みを働いていました いつどこに現れるかわからないのでお金持ちの長者たちはみな震え上がっていましたある夜、長藩は大きな屋敷に忍び込み金目のものを盗もうとしましたがふと気づくと。 馬小屋に美しい白い馬がいますこんな立派な馬なら随分高く売れるに違いない長藩はその馬を盗みました <laughs> そして翌朝馬を売るために 何食わぬ顔をして馬市へ行くと、馬を盗んだのはお前だな。これはわしの馬だ。返せ <laughs> なんと、馬を取られた長者は馬市に先回りして馬泥棒を探していたのです。長藩はびっくり行天 慌てて逃げ出しました。それでも、さすがは、大泥棒。盗んだ馬を手放さず、なんとか逃げ切りました。走り続けて、すっかり疲れた長藩は、ふと、お地蔵様の前で立ち止まり。お地蔵様、この馬を、 売らせてください。どうかお金に返させてください。目を閉じて手を合わせました。しばらくして目を開けましたが、お地蔵様は知らん顔。長藩はつい言ってしまいました。お地蔵様、馬が売れたら、 その金は貧しい人たちにあげますからどうかお願いしますするとあたりがピカッと光り <laughs> 白い馬があっという間に真っ黒になりました長藩は驚きましたが「これで馬が売れるぞ」 大喜びして、また馬市へ行きました。馬市には、まだ馬の持ち主がいて、盗まれた馬を探していましたが、長藩が連れている馬を見て、おや、わしの馬によく似ているがなと思いましたが、毛の色が違います。 馬もまるで、わしらー、わしらー、と言っているようでしたが、ブルーブルー,ブルー,ブルーとしか聞こえないので、誰にもわかりません。長藩は馬を売って大金を手に入れました。これに気をよくした長藩は、 それから馬を盗んでは、お地蔵様のところへ連れて行きました。お地蔵様は黒い馬を茶色に、茶色い馬を白に、白い馬を黒に、毛の色を変えてくれます。そうやって何度も何度も繰り返しているうちに、長藩はふと、 お地蔵様との約束を思い出しました。周りを見渡すと、その日の食べ物にも困っている貧しい人たちがいます。長藩は馬を売ったお金をその人たちのそばにそっと置いていくようになりました。 それからも、長藩は、盗んだ馬を連れて、このお地蔵様のもとを訪れるようになり、その度に、貧しい人の暮らしが、少しずつ楽になっていきました。いつの頃からか、このお地蔵様は、毛替え地蔵と言われるようになり、 今でも名古屋の島田というところに祀られています。